攻略本片手に108世を集めるアッキーミロです。はい、続けていきます。今回もちょっとフリーキャラクターの仲間集めやっていきます。今回は寺院が必要なのでパーティーに入れました。ベゲンはちょっとレベルが低いので入れております。で、寺院はレベルがまだ武器レベル10なんで12まで上げちゃいます。はい、武器レベル12になりました。武器の攻撃力は140ですね。そんな高くないな。あと紋章をちょっとつけていきたいですね。ジンさん、お留守の間お店はこの僕がしっかり守りました。もう寺院に尽くしてるな、あの店員。そう、今回入れたジーンベゲンじゃなく、ちょっとツバイクやローレライになんか宿したいかなって考えてます。結構つけられるんじゃないかなって。あ、結構でもなかったな。一箇所空いてるだけですね。ちょっとツバイク通常攻撃微妙なんで、なんか攻撃魔法系の紋章をつけたいですね。どうだろう。そう、全然ステータスとか気にしないでつけてましたけど、一応ステータス見ると何と相性がいいか書いてはあるんですよね。ズバイクさんは火が B、 雷 B、 土も B だったのか、一応合ってたのか、よかったな。ちょうど火の紋章余ってたから火の紋章をつけましょうか。雷やローレライがつけてますし。はい、ということで火の紋章をつけておきました。ではこれから目的地に向かいたいと思います。はい、大穴に来ました。こちらはかつてジンを仲間にするときに来たところ、あとレビーとベゲンが行ったところです。あら、珍しい顔を見るものね。エレシュ、あなたも来てたの？ジン、やはりあなたがここを開けてしまったのですね。そうよ、忘れ物を取りに来たの。仕方ないでしょ。まあ、開けるのはよしとして、再び閉めることはできないんでしょうか。ええ、あなたにはその権利があります。確かに仕方がありません。ではこれがエレシュに課せられた試練なのですね。エレシュ、ここに頼りになる男の子がいるんだけど、手伝ってもらったら？ハルーシュ王子殿下、黎明の紋章に選ばれた方ですね。太陽の紋章にゆかりのある方がこの場にいらっしゃるのは確かに必然かもしれませんが、なんだかわからないけど手伝うよ。その前に君は一体？上で行きましょう。そうですね、このように定められているのでしょう。ありがとうございます。お言葉に甘えさせていただきます。エレシュはこの奥に進まなければなりません。ご同行お願いいたします。了解です。これはパーティー員かですね。エレシュがパーティーに入りました。誰を外そうかな。まあ、ジーン外せないからベゲンしかいないかな。ただこの大穴ですげえエンカウント率が高くて、戦ってるうちにベゲンも43レベルまで来ました。15レベルから開始だったんですけどね、ものすごい勢いで上がりましたね。こうやって見るとエレシュに交代。むしろエレシュの方がレベル低いです。 OK。お、エレシュが同行者になってます。エレシュの試練にお付き合いくださって感謝いたします。ちょっと付き合うのは全然いいんですけど、この大穴で戦ってても分かったんですけど、このメンバーかなり弱いです。正直大丈夫かな、この遺跡。ジーンの時もだいぶ敵が強かったんですよね。そういえば前回港で装備拾ってたんで、一応パワーアップできないか見ていきましょう。あ、この銀種の皮鎧すごくないですか。めちゃめちゃ上がる。ミヤキスにつけておきましょうか。やっぱリオンがめちゃめちゃ硬かったんでよかったんですけど、ミヤキスそこまで硬くない状態だったんで、これで壁役にできるかもしれません。あとはボーンブレスとかもあるけど、守護のグローブでもミヤキス上がりますね。いいねいいね。蒼月のブーツも上がる。よし、これでミヤキスがだいぶ硬くなった気がします。まあ、あとどうしよう、エレシュにもつけたり、ジーンにもつけましょう。あとは特に上がるものはないですね。レッドリボン、魔力プラス10あったんで、これジーンにつけましょうか。いや、エレシュでもいいか。いや、ジーンにつけとくか。あれ、
なんだ、ここにしかつけられないのか。ブローチとリボンが被ってるってことか。ローレライにでもつけておきますか。あとは火の攻撃プラス1、素早く火の紋章つけたんでつけておきましょう。土の指輪もつけておくか。目薬いらん。あとは土魔法を使える人いないんでつける必要ないですね。いやー懐かしい。エンカウントオンになってるからすごい戦うことになりそうです。早速出てきた。敵は変わってんのかな。さあどうだ。あーこれ大穴に出てくる敵と一緒ですね。こいつらめっちゃ強いんですよ。どうしようかな。ジーンとローレライの魔法を使っちゃったせいでもうやばいかもしれません。くー、これも一体ずつだしな。きついきついぞこれ。ジーンはまだ飛翔する雷撃使えるのか。これどっかで一回戻んないとダメかもしれません。どう考えても魔法が持たない。このエレシュは青き者の紋章持ってんじゃん。これレビーと同じ召喚魔法ですね。浜の紋章、これは聖魔法、闇の住人に対して強力。おお、敵全体に浜、これいきましょう。ドワーン348。なんかゼラセ連れてきたくなるな。でもゼラセさんいると勝てるのが当たり前ぐらいに強いからな。どうしてもやっぱジーンとエレッシュは入れておきたければ、ローレライとスパイクさん今強制参加で外せないんでね。ミヤキスもファルーシュもそうですし、やっぱこのメンバーで頑張るしかない。おー強え。しかも可愛い声してるな。エレッシュさんめっちゃ頼りになる。はい、奥に到着しました。一回も本拠地戻んなかったんで、魔法の回数がピンチであることに何の変わりもありません。お、なんか棺の下に入り口ができてます。あら、見事に開いちゃってるわね。少しくらい責任を感じた方がいいのかしら。いいえ、その必要はありません。ファルーシュ王子殿下。エレッシュの試練はあの穴の底にあります。今少しお付き合いください。はい。なんかセリフ変わったかな。エレッシュはこの地の底まで下らなければなりません。了解です、行きましょう。お、セーブポイントあった、よかった。結構成長したんでね、今更やり直しとか嫌なんですよね。セーブしておきます。では奥に進んでいきましょう。エンカウントやっぱりありますね。さっきまでと敵同じかな。おお、なんだユニコーンみたいに出てきた。まあとりあえず通常攻撃で様子を見ていきましょう。あ、違う、陣形技ですね。おお、強そう。うわ、結構強い。お任せでいけるか。ここみんな魔法メンバーなんで通常攻撃そんな強くないんですよね。ハルーシュとミヤキスだけかな頼りになるの。エレシュに関しては武器レベル1のままなんで全く期待できない。結構敵強いな。もう一角の雰囲気をゲットです。これちょっと一回戻んないとやっぱダメかな。ちょっとここに入る前の敵が魔球のかけらを落としてくれてたんで4つ溜まったんですよね。これを雰囲気にしてエレッシュにつけて浜の紋章を使っていければもうちょっと楽にいけるかなと思います。もう結構ミヤキスの方も回復魔法が尽きてきてるんですよね。優しさの流れがあと2回。
盾の紋章も大いなる恵みがあと1回です。このまま雑魚的にも魔法を使っていかなきゃいけないんだったらとてもじゃないですけど持たない気がします。あとここもう虎の陣ダメですわ。結構範囲攻撃してくる敵が多いんで、あー弓がかりがいいかな。虎の陣にしてたのも宮城を先頭にして壁役にしたかったからなんですよね。ただそこに範囲攻撃が来てズバイクとファルーシュも当たっちゃうって落ちだったんで、ちょっと弓がかりカブラヤの陣も悪くないか。でも防御力マイナス5か、マイナス5は嫌だな。税の防御力と公園のエルレンジ攻撃力アップなんで弓がかりの陣にしましょう。弓矢木を壁にして他の人たちは後ろから攻撃。ただ位置は変えてもいいかな。エレシュを一番後ろ、 OK。 いやーこれで耐えられるかな。もう宮木やられまくってるんで HP がやばいっす。これで優しさの流れもあと1回、大いなる恵みもあと1回、これ持たないな。ちょっとある程度宝箱回収したら1回戻るか。違うんです、エレスさんに話しかけたかったんじゃないです、宝箱を回収したいんです。闇のアミュレットをゲットです。次の宝箱まで行きます。はい、次の宝箱発見です。青き門のかけらです。あ、これ召喚魔法のやつじゃないですか。お次の宝箱は声セット5ですね。次の宝箱は魔の石です。あれ通り道、あれここから行けるはずなんですけど、これか、あれこれも関係ない、あれ進めないよ、どういうこと。あ、こっちでした、全然違った。攻略本に騙されたな。明らかに違うじゃん。これまっすぐ行けば宝箱があるようですね。あ、見えた見えた。風の紡いだ指輪。はい、次の宝箱です。浜のかけらゲットです。はい、お次の宝箱です。新鮮薬でいいのかな、新鮮薬かな。とりあえず回復アイテムっぽいですね。はい、次の宝箱なんですけど、まばたきの紋章型でいいのかな。とりあえず持ち物がいっぱいって言われました。アイテム整理するか、お薬でも使うか。誰か減ってたかな。いや一応全開になってますね。どうしよう、なんか捨ててもいいな。もうカズラこれいいや、捨てよう。でゲットです。で実はもうミヤキスの優しさの流れも0回、大いなる恵みも0回になっちゃいました。あと回復的にはこの味方単体の HP 回復の優しさの雫のみです。まあ、戦闘中であったらエーレッシュのやつも使えたかな。あ、このカツが一応使えますね。もうこの回復が尽きたらもう一回さすがに帰ります。でさすがにもう一回一から来ると動画ではカットしてると思うんですけど、めちゃめちゃエンカウント多いんで、王者の雰囲気をつけてこようと思います。さすがにもう一回ここまで一から戦っていくの嫌だ。さあ宝箱見えてきました。古い本4ゲットです。そしてもう回復がいいかげ限界なんで一回拠点戻ります。このマップあと3つ宝箱があるんでね、戻って王者の雰囲気をつけてもう一回来た時にゲットします。はい、拠点に戻ろうとしたらエレッシュさんここでお別れになりました。くっそー、エレッシュの武器鍛えたいのに。まあパーティーにドンゴとか連れてきましょう。それでスキルで強化します。本拠地戻ってきたついでにちょっと防具買います。今までなんだかんだ家事ばっかりにお金使ってて防具に全然お金使えてなかったんで、この機会に買います。所持金はかなり溜まってるんですよね。ミヤキス竜輪の兜つけまーす。ローレライもめっちゃ上がりますね。22で他には本庁なんかマスターローブでローレライも上がるな。もっといいのあるんじゃないか。
おお、すげえのある。流水の革鎧。これが一番高いのか。防具の種類がすげえ豊富だな。あ、出たー、めっちゃ高えやつ。これどうしよう、めっちゃ上がるな。買っちゃおうかな、ミヤキス。こっちは直防プラス120で魔力プラス50だけど誰も装備できない。こっちは130で魔防プラス50。いや、1個くらい買っちゃえ、ミヤキス。ローレライやミヤキスが装備してたやつ他につけられる人いるみたいなんでやっちゃいましょう。ジーンに装備。あとは、お、これか、銀紙の革鎧。これはめっちゃ上がるな。 OK。 ついでなんでちょっと学術と武術のスキル上げていこうと思います。ミヤキスも1060溜まってるんですけど、まあ、基本的に魔法というよりも武術の方を使いたいんで、今回はファルーシュですね。魔法剣、これで魔法剣も終わりました。あとはこの覇者剣章が上げられるようになったんでやっちゃいますか。これは魔力と栄章の効果ありますけど、ファルーシュもあんま魔法で戦うって感じじゃないんで、今のところは上げたとしても使わないですね。でツバイクさんはお宝発見が挙げられるな。戦闘の整理品が出る確率プラス。よし、やりましょう。現時点でも戦闘終わった時結構ゲットしてる気がしますけど、500まだいける。 A までいけますね。 OK。 G は魔力に使いましょう。ジーンもこれが A までいけばもっと強くなるのかな。なんかゼラセほどまだ強さを感じてないんですよね。よし、 A まで来ました。でローレライもお宝発見。スバイクとダブルでつけてれば結構拾えるんじゃないでしょうか。 OK。 でミヤキスは武術の方の技術ですね、まあ、基本あのキャラのステータスについている初期スキル変更する予定は今のところありません。まあ、最終的にこういうなんか伝承だったかな、でついたやつには変えるかもしれないんですけど、まあ、なんか自分の好き勝手に変えてるとキャラの魅力がなんか落ちてしまいそうな気がするんで、基本的には最初からついてるやつを上げていきます。まあ、ただ本音を言うならば今ミヤキスが壁役なんで防御上げたいんですけどね。で防御上げて防御をつけたいって感じです、スキルに。ただそれはしません。はい、再びエレッシュのところに来て仲間にしました。そしてエレッシュ自身が学術指南持ってますね。ちょっとエレッシュも鍛えられないか見てみましょう。一応魔力上げられますね。1回が限界か。でも共有 SP からちょっと使っちゃいましょう。よし、 A まで。 OK。 でドンゴの方も使って、武器レベルも上げます。1から12まで一気にやります。はい、武器レベル12に上げました。攻撃力は140です。お次はジーンの紋章師ですね。宿しましょう。魔球の封印球、エレッシュつけられないだとマジか。どうやら魔球の封印球エレッシュにはつけられないようです。そうか、右手にしか確かつけられなかったんだっけ。王者の封印球をエレッシュにつけてジーンに魔球つけるか。イカズシの紋章は特にここじゃないとダメとかなかった気がするんで、こうしましょう。で王者の封印球をエレッシュにつけます。 OK、 これでいきましょう。うおお、王者の封印球つけてるのに雑魚敵出てきた。マジか、相手の方がまた強いということなんですね。うわここほんと厄介だな。どうしよう、あんま魔法使いたくないんだよな。やつ除光器で頑張ろう。で魔球の雰囲気をつけられなかったからな、エレッシュ。仕方ない、通常攻撃だ。武器レベル上がったことで何かが変わるかもしれない。あー、でもジーンが魔球つけられたんで
もう容赦なく全体攻撃使っていきましょう。いやーローレライも威力高くなったわ。もう400近く出してますからね。あっちゃー、すげえ、ミヤキスがめっちゃ硬くなった。今まで結構あれ40とか60とか食らってた気がするんですけどね、めちゃめちゃ高い防具買った甲斐があります。オッケーオッケー、今までと全然全然違う。はい、宝箱です。霧のローブ、これはパワーアップできるかな。56できそうな気がしますね。やっぱりツバイクにつけておきましょう。よく見たらウィザードハットエレシュプラス10になるのでつけておきましょう。あとはないよな、なんか気づかぬうちに強くなるやつを持ってたとか。一応ボーンブレスすげえな。骸骨の敵がよく落とすんでガンガン溜まっていきます、ボーンブレスだけ。はい、次の宝箱です。アーメスの甲冑、これも強くなれるかな。誰も装備できる人がいません。ガバヤとかか。はい、次の宝箱です。金運の星、きたー。これでファルーシュ全て金運装備になります。まあ防御力は下がる一方ですけど、来ました、金運の帽子に金運の服、金運のブレスレット、金運のサンダルです。直防引く。もうルルーシュは後方型ですね。前線に出しちゃダメだこれ。今ミヤキスが直防242、アルーシュ124、ズバイクと大体同じくらいじゃん。エレシュも110、ローレライの方がむしろ硬いわ。まあただ常にねメンバーにいるのはファルーシュだけなんで、やっぱ機運装備は全部ファルーシュでよしとしましょう。そしてもうゴール近いですね。はい、ここら辺に旅の雰囲気があるはず。あれ？ないよ。あ、あったな、これか。では奥に突っ込もうと思います。って言ってたら敵か。では気を取り直して今度こそ奥に行きます。到着です。王座みたいのがありますね。あ、あーおー、なんだこのうめき声みたいな。来ます。おお、なんか出てきた。おお、おお、なんだ、亡霊かこれは。おお、おお、なんか霊明の紋章みたいなのが一瞬光ってませんでした。よくわかんないまま、突然突入です。なんか、この遺跡のイベントって、敵も強ければ、ボスがいたりと、ちゃんと作られてますね。敵、どうなんだろう。普通に強力攻撃で押してっていいのかな。まあ、とりあえず防御も固めていきましょう。味方全体の直防と魔防、アップ。で、浜の紋章、小言でいいのかな、浜全体だしな。そうしましょう、小言で。ローレライは激怒の一撃、一発しか当てないですけど、ジーンも激怒の一撃、いけ、負けませんよ。787、やっぱリオンとのコンビネーションには負けますね。446、それしか出ないの。もしかしたら雷鎚耐性あり。動いてきた。あー、そうっぽい、向こうも雷鎚だ。うわー、しかもレジストだ、うざい。162、あんま強くない。やばいなこれ、ピオリがすごいうざい。状態回復なかったっけな。サンターナの味方全体の魔法の効果アップ、魔法の効果アップか。これ防御力とかがアップするってことか。やるか。で、どうしよう、小言大して聞かないからな。ハマやるか。ローレライは
もう通常攻撃でいいか。164、微妙。さあ、これでさらに直棒と魔棒が上がったはず。硬い。もともと硬いけど、宮城さん、装備変えてから。636、いいね。浜の方が全然強い。で、どうしようかな。怒りだ。宮城さんは完全に援護役になってます。レーベルの紋章、初高弾。そして、浜田。どうしよっかな。やるか、一応。通常攻撃よりはマシな気がする。472、全然いいです。いかれー、燃えました。初校見るのも久しぶりな気がしますね。キュバッシュ200、あれー、強くない。これはファルーシは通常攻撃がいいかな。まあミヤキスが動けるときは普通に強力攻撃しましょう。よし、強力攻撃スバイク、大爆発だ、いけ。そしてハマーで勝する雷撃。ジーンは激怒の一撃。ジーンが何もできてない。472、負けませんよ。484、またレジストか。じゃあ、ジーンが、あ、来た来た、大丈夫だ。ガズ勝負、負けん。764。いやー、ジーンの方がやっぱ強いな。魔力 A ついてるだけある。よしよし、ちょっとずつだけど、押してきてる気がする。誰か、怒りの状態だからジーンの方が強かったっていうのもあるのか。でも、ローレライも、いや、わかんないな。最後の魔法のやつは怒り状態じゃない時に使ってたから。もう一発激怒の一撃。これで700でなかったら怒りの効果もあったってことですね。くらえー。395。さっきよりは食らうようになったけど、やっぱミヤキスもともと硬いねこれ。636、まあ、700出てないけど十分強いよ。敵が結構しぶといですね。そろそろ倒れてくれてもいいんじゃないかと思ったら、ミヤキスが結構減ってるじゃないか。ちょっとミヤキスは回復させましょう。大いなる恵み、マルシ通常攻撃で、ハマー使って怒りの一撃、もう微妙そうだな。スバイクも早く動けるようになってくれ。93、もうローレライは通常攻撃にしましょうって言ってたら終わった。あっけない終わり方だったな。お、天地神明の伝承ゲットです。おお、やっぱ黎明の紋章輝いてますね。おお、おうとあしか言ってないよ。もともとここの王様とかだったのかな。終わりました。思い出したのかしらね。もしかしたらあの人が黎明の紋章を宿してたとかなんですかね。エレシュには分かりません。アルーシュ王子殿下、ご協力ありがとうございました。いえいえ、よく分かんないですけど。今の何、役に立てたのならよかった。いやー、個人的に上で聞きたいんだけどな。まあ、答えてくれるかは別として、ちょっと攻略本確認します。はい、何も書いてないです。ちょっと聞いてみましょうか。お許しください。ゆえあって事情をご説明することはできませんが、
お礼とお詫びに変え、今度はエレシュがマルーシュ王子殿下に協力させていただきたいと思います。どの程度お役に立てるか分かりませんが、よろしくお願いいたします。いや、こちらこそよろしく。エレシュが仲間になりました。何だったんでしょう。やっぱ過去の王様だったのかな。何気にジーンのお父さんだったりするのかもしれませんね。とりあえず思い出したよって言ってたんで、やっぱ亡霊だったような。え、これ特殊な敵の BGM ですね。おお、レッドユニコーン。まさかイベント終わった後に出てくるとは思わなかった。回復してね、結構やべえな俺。いや、キス回復してくれー。どんぐらい強いんだこいつは。ひー、震える大地だ。スマイクも全力でいけ。青き紋章、風巨の世界。いやー、もうローレライは打てないんだ。ジーン、いけ。ちょっと真っ二つに切り裂いちゃってください。414、悪くない。回復も間に合ったと。65、マジか。今のミヤクスに65当てるって相当強いですよ。大地を割れろ。423、577。これは味方も攻撃食らうんでね、次のターンもう一回ミヤキスで回復させないとダメかもしれません。地獄の火炎じゃあ。でもだいぶ与えた。でもあんま食らってないな。あー、でも念のためもう一回回復、いや、する必要ないな。そんな食らってない。それよりも強力攻撃だ。スワイクももう攻撃でいいや。で、青鬼門の紋章、もう一回、空虚の世界。で、ローレライは攻撃。ジーンは魔法。これで倒れてくれないかな。あ、ピヨッときた。よし、次で終わるでしょ。終われー。終わらない。まあでもさすがにこれで終わるでしょう。地獄の火炎。まあさっきから言ってるけどゲーム違いますね。地獄の火炎は。よし、倒しました。お、ブラッドスケールとかいう装備なのかな、ゲットしました。まあここはもう何もないので、すり抜けの札で出ちゃいましょう。ちょっと出るときもね、エンカウントしながらやってくの結構大変なんで。すり抜けの札使う。本拠地戻ってきました。再び SP が結構溜まってますね皆さん。ミヤキス、ただ技術これ以上今上げられないんですよね。どうだろう、この2つの組み合わせのやつ上げときますか。攻撃と技術、技術と敏捷。まあ、スピードを取るか攻撃を取るかって感じか。じゃあ攻撃行きましょう。なんかミヤキスあんまり攻撃強くないんですよね。これをいずれですけど A まで上げられたら、滑殺自在でいいのかな、あれ取っていきましょう。まあ、今はこんなもんでやめておきましょう。スバイクは敏捷を上げておきましょう。この1回で終わりだな。で、ローレライは、技術だったかな、確か。これで終わりか。いや、もう一回いけるな。オッケー。で、ジーンは、魔力だけだったから、武術の方は関係ないんだよな。やめときましょう。ミヤキスは残った SP は魔力に使います。で、あと、エレッシュか。エレッシュは、魔力も600まで上げちゃったので、魔力と栄翔の札の効果、学術系すべての効果あり。天地神明すげえ。最終的にこれ欲しいですね。だから結局全部上げなきゃダメなんだ。まあ、ただ、覇者牽制先に取れると思うんで、栄翔を先に上げていきましょう。す
ごいな、天地神明。武術もああいう感じがあるんでしょうね。めちゃめちゃ欲しい。でも寺院にはないですね。なんか特定のキャラにしか天地神明は扱えないようです。寺院はどうしよう。なんか合体のがないけど、とりあえず栄翔でもあげておきましょうか。これで終わりかな。 OK です。さっきのダンジョンで拾った声セット持ってきました。声セット5。なんか赤ちゃんというか子供みたいな声してますね。とりあえず今は変えません。古い本を持ってアズラットの元に来ました。古い本4を渡した。どんな内容ですかね。古代アーメス王朝、アルカ大公シンダル族の来訪よりもさらに数百年を遡る過去、この地には一つの強大な王朝国家が誠意を誇っていた。古代アーメス王朝である。太陽の紋章の加護を受けた王朝は繁栄を極め、その半島には現在のファレナ女王国、アーメス新王国、ナガール教主国の全域が含まれていた。しかしある時、王の乱心により太陽の紋章が暴走、広大な王国は一夜にして滅び去り、乾いた荒野になり果てたという。この王朝の都は現在のファレナ女王国中部アムドアト山周辺にあったのではないかと考えられているが、それを証明するような遺跡等は発見されていない。もっとも太陽の紋章で跡形もなく焼き払われてしまったとすれば、王都の遺跡が発掘される可能性はまずないであろう。なお現在のアーメス新王国はこの古代アーメス王朝を継承する国家と自称しているが、民族的にも文化文明的にも古代王朝とのつながりは全くない。古代アーメス王朝に危険し得る大国家の建設を目指すとの政治的宣言であると解釈すべきである。余談ながら現在では大多数の人々にとってアーメスとはアーメス新王国を意味するため、古代アーメス王朝のことは単に古代王朝あるいは古代国家と呼称する場合が多い。なるほどね。アーメスって言っても昔にあった方のアーメスで、今ガバヤたちが出身地としているアーメスとは別の話のようです。そして先ほど仲間だったエレーシュがここにいましたね。これがあなたの城になったのですか。知ってる感じですね。これがあなたの城になったのですかって言ってることは変わんないな。エレシュさんもゼラセ寺院に続いて何者なのかめっちゃ気になりますね。目安箱に新着来てますね。7件無題投稿者バベッチ、かっこ数十の歯車で構成されるからくりの爪、しかし説明書きは何もない。それだけ渡されても困っちゃう。ルナスのエルフ投稿者ログ、あの兄ちゃん俺たちを見るなり、ヌスットがなぜ王子殿下の城にいるって怒鳴りやがってよ。そりゃ俺たちが悪かったけどよ。もうえれえ昔の話じゃねえか。勘弁してほしいよな。まあイサトからしたらつい最近のことなんでしょうね。泥棒親子投稿者イサト、あの二人もこの城にいたのですね。殿下のために真剣に働いているようですから、今更どうこうは申しませんが、うん、一応飲み込んでくれたんですね、イサトさんも。イサト殿とマティアス殿、投稿者第2。彼らの心情には近しいものを感じます。以上、身近。探し物、投稿者、シサト。すみません。ちょっと前、ここに恋文みたいなものが入ってなかったでしょうか。書きかけの人形劇の脚本がなくなっちゃったんですけど、もしかしたらと思って、入ってたとしても言わないでください。私恥ずかしくて死んじゃいます。そんなもの入ってたっけな、覚えてないな。決勝戦の剣士投稿者ブラード、あの方と宿屋のお嬢さんも殿下のもとに参じておられましたか。見知らぬ薬でしたので副作用を心配しておりましたが、何事もない様子で安心いたしました。ブラードさんいい人や。イサトさん投稿者タカム、どうやってあの森に入ったのかと問い詰められて参りましたよ。
どうやっても何も、私にはなぜ他の人が入れないのかもわかりませんから、答えようがないんですが。やっぱ、高野さん、地図に詳しいとかそういう話じゃなくて、エルフの地入ってんじゃねえかって思っちゃいますね。以上で新着は終了です。はい、エレーシュを仲間にするために2時間以上かかっちゃったんで、今回はここでやめにしたいと思います。次回はメインストーリーに戻っていきます。この動画良かったなと思えたら高評価、次も見たいなと思えたらチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。動画の配信予定はチャンネルの概要欄と Twitter の固定ツイートに記載しております。よければこちらも参考にしてみてください。Twitter の URL は動画の説明欄にも記載してあります。それではまた別の動画でお会いしましょう。